はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はね、最近飲んでますこれでーん、メガマックスマッスル。いや、以前にねフォーミュラマッスルだったかな、フォーミュラマッスルかなっていうサプリを飲んだんですが、まああれもね、まあもちろん効いたんですが、今回ねこれ試してみてます。このメガマックスマッスル、これ60粒入ってて4500円だったかな、なんですが、これね意外とね効果実感あってですね、まあ何がいいかって実は、まあこんなこと言っていいのか分かんないけど、下半身の元気がね一番いい。多分いろいろな成分が入ってるから、まあ結果的にね、見えにくいかな、いろんな成分入ってるんで、結果的に多分下半身、脚力じゃないですよ、脚力じゃなくって下半身ね、まあ分かるでしょ男性ならっていうところがかなりね、なんか元気になってきました。なぜだろう。まあこの中のね、まあいい成分、まあ僕がねこれ取ってる理由の成分っていうのが、まあ、3つありまして、まあ、もちろんビタミンとかも入ってるからいいんですが、その3つがクレアチン、オルニチン、カルニチン、まあどれもねチンがついているんで、だからまあチンがね元気なのかもしれないけど、このねその3つが豊富に入ってるんで、まあこれをね最近飲んでます。でこれまずクレアチンって、まあ、別で飲んだりもするんだけど、まあ湯で溶かしてね飲んだりするんですが、結構湯で溶かすのめんどくさかったりするし、まあこのねカプセルでいろんなもんいっぺんに取れるんで、まあ便利かなと思って取ってるんですが、まあこのクレアチン、まあ筋トレする人はねクレアチン取った方がいいと思うんですけど、まずクレアチンで、まあ側近繊維をね手で使える成分っていうのとか、あとは筋肉を伸ばして水分含みやすくするんで、筋トレをしっかりする人にはねクレアチンを取った方が良かったりします。であとはオルニチン、まあタートルお酒飲むんですが、やっぱお酒飲むとよくねウコンの力とかヘパリーゼとか、あとはレバウルソっていうのを飲んだりするんですが、やっぱどれもオルニチンがやっぱり関係してて、まあコンビニでねウコンの力見ると分かると思うんですが、オルニチンいくらってこう書いてあるわけですよ。このオルニチンっていうのは肝臓の機能の助けをするので、まあ、二日酔いの軽減とかね、あんなのもあるんで、オルニチンってね意外とね取ってると体が元気になります。まあお酒飲む人は特に。であとはこのもう一個、カルニチン。あんまりカルニチン効かないかな。カルニチンってすごいダイエットに必要な栄養素なんですけど、このカルニチンがいわゆる流れとしてはね、体の流れとしては中性脂肪が要は有利脂肪酸っていうのに変わって、そこから血中に流れ込んでエネルギーに変わって脂肪が燃えるんですが、その過程で要は中性脂肪が有利脂肪酸に変わります。でその有利脂肪酸が要は血中に入るため、要はミトコンドリアって言われてるんですが、そこになる過程でカルニチンを必要とします。なのでダイエットサプリには大抵カルニチンがね結構入ってます。でカルニチンっていうのは要は肉にね、赤身の肉に多く含まれるんですが、意外とね赤身の肉って取らないですよね。まあ、コストかかっちゃうし、だからもうその栄養素だけのカルニチンっていうのをしっかり取る、サプリで取るっていうのがいいんですが、これはもうねオールマイティに含まれてるんで、このねメガマックスマッスル結構タートルでおすすめします。まあ、いろんな分飲んでるけどこれ結構いいと思うんで、もしね気になる方は説明欄に商品リンクを貼ってますんで、まあもしよかったらね見てからね、まあ試しに買ってみようかなと思うならぜひ買ってみて飲んでください。このねクレアチン、オルニチン、カルニチン、この3つがね豊富に入ってます。なので、まあ、別々買うとコスト上がるし、まあ、これなら1粒で、まあ、60個あるし、まあ、4500円なんで、まあ、どれか1個を買うっていうよりは、まあ、結果的にねコストは安く済むかなということです。今日はねこのタートルも飲んでますメガマックスマッスルの商品紹介でした。ぜひね気になる方は飲んでみてください。また、タートル飲んでる商品紹介しようと思いますんで、ぜひまたご視聴ください。ありがとうございました。